ゆいちゃんおはよう。ゆいちゃんおはよう。はんにゅくおはよう。エル、おはよう。しっくんは鍋の中でボールしてるわ。はい、エミさんもおはよう。エミさんもおはよう。腹出てます、腹出ます。でも最近鍛えてるからいいか、出しといて。出しときよ、もう鍛えてんねんから、もう。え、一応何目指してるんですか、今。誰目指してるんですか、ちょっと目標持った感じダメでしょ、やっぱり。中山筋肉。そう、性別の壁を越えたら、ちょっとややこしになるから、いろいろ。いや、中山筋肉やったら、やめろ、やめろ。じゃあね、誰かおらへんの。誰もおらんの。おらん。えぇ、ー、めっちゃおらん。でも確かにムキムキの女優さんって、あんまり見えひんな。いや、ムキムキになりたいんじゃなくて、ずっと元気にこうね、入れるためには、やっぱり、ちょっと歩いたらしんどいとかなるやん。なるな。だから、と思ってる。いやいやいや、何欲しいんや。いや、ずっとここにいたんじゃ。はいやー。ぐるぐる言ってるな。うん。あ、来たわ。僕も相手してーって。ほら、僕も相手してーって。いや、なんか幸せなんかわからん顔してるわ、なんちゃん。ああ、お前は肉も、肉も、肉も何言ってんじゃん。わぁわぁって。肉肉綺麗やな、あんたほんま。いつまでも綺麗。っていうことですよ。今日はですね、私ね、めっちゃショックなことあったでしょ。しかも気がつかへん間に。しかも、なんか気づいたらほんま一週間後ぐらいっていう。一週間前1週間後ぐらい。あ、そうそう、なくしてからね。そう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 、車にあると思ってたからね。そう、でもほんまになくて、ちょっと私最近めっちゃ気に入ってた帽子があるんですけど、はい、あのちょっと写真のしときますわ、かぶってる。ああ、はい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 、この帽子ね、かわいいでしょ。一瞬ヤクルトスワローズかなと思うの。かわいいでしょ。かわいいかわいい。あれめっちゃ気に入ってたんですよね。どこ行くのもずっと気に入ってたから、ずっとかぶってて、立て続けに。そしたらなくした。え、どこで置いてきたんやろ。マジでどこ行ったやろな、ほんまに。わからへんねんな、それが。でもまあ、お店やろうな。飲食店は臭いけどね、やっぱり。基本ね。まあ、帽子を取るところっていうと、やっぱりお店入って、ご飯食べるときやな。そうでしょ？やっぱりだから、飲食店ぐらいなんかなとか。そう。の足元におったらさ、店員さんも足元まで見えひんかもしれない。座席は見るけどさ。いやー、もう、っていうことでね、今ちょっと、帽子ロスなんですよ。最近のお気に入りがないねんな。そう、なんか似たようなやつが欲しいなと思って、黒っぽいやつとか、まあ、違うやつでもいいねんけど、うんうんうん、でかい帽子屋さんに行こうかな。帽子専門店みたいな。そう、帽子専門店と今日の、ミッション。ミッション。帽子専門店に行きます。で、観葉植物もちょっといろいろ見たいなと思ってます。はいはいはい、ちょっとね、風水もいろいろありますよっていうのをこの間コメントで教えてもらって。先生もう最近そういうのも大好きやもんな。そう、風水とか。トイレには何がいいですよとか、はいはい、玄関には何がいいですよっていうのがあるらしくて。はいはい、で、またちょっと観葉植物も見たいなと。うんうんうん、お花も可愛いのあったらちょっと買いたいなと思ってるのと、今から行くイオンモールの前に、大きなペットショップがあるんですよ。はいはいはい。そこでいつもこの首輪これこの首輪そこしかこっちもいるよ。はよご早くご飯食べてみようか。いるこの首輪ね。これをそこしか売ってなくて、それで知ってる限りそれをなんとこの子にね、肉につけてあげようと。肉のやつ分も、ちょっと買いに行きたいなと思って、ちょっと行っていきたいと思います。3人頃だったらもう訳分からんくなるな。面白いやん。一瞬さ、ダンちゃんとアルちゃんですらさ、遠目分からへんもんな。そう、分からへん、分からへん。ということで、レッツゴー。結局ここに来たんですか、先生。どこ？またしてもチュミナミでございます。チュミナミ。先生、もう帽子かぶる気満々ですね。もう買う気じゃないですか、かぶってないってことは。そうっす。お似合いの帽子あるかな。そうっす。そうっす。そうなんすよ。うっす。うっす。では行きますよ。にゃ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 。トイレ行って帽子屋さんですね。はい。早速買ってますやんか、先生。どれどれ。早すぎる。これ可愛いやろ。めっちゃ可愛い。
こかわいいやろ。このワンポイントもいいよね。やろ。もう行った瞬間、あ、これって言って。あ、もうこれ言うて。店の中取れへんから、これ言うて。これ、撮影中やから、さっさとやっちゃう、これ。交渉して断られるって。そう、これ。厳しい世の中だ。はい、じゃあ次行きましょう。はい、スリーコインズ。ちょっと最近スリーコインズハマってて、みたいんでいいですか？いいですよ。スリーコインズだから3つ買って1000円やから。違いますよ。え？あ、そうです。そうです。びっくりする。あ、見てすごい。え、これ何増加？いけばな。うーん。ね、トイレに飾ってもいいかも。でもトイレに飾るやつ先生習ってきたでしょ。あ、そうっす。風水的にどうですかトイレは。ガジュ君大丈夫です。ガジュマル一緒のやつ。ガジュマル君は、うん、あ、サボテンめっちゃいいんですって。いやでもね、サボテンはね、ダンちゃんとかやっぱニャンズがね、はい、ちょっとね、はいはい、刺さる可能性が大いにあるんで。まあ、しかも300円。え、全部300円。うん、これはキングバンプ金。やばい先生、これ綺麗っす。ね、これ誰？覚えですね。あ、ポトスやって。これ先生、ポトス確か金運いいって言ってたな。ポトス行けます。我に気を吸い取って浄化してくれる。トイレにいいんですよ。え、ポトス買おうや1個。またあれですね。家変えなあかんね。しゃあないな。行けばなんかどうしてもやっぱりしぼんでいくもんな。他誰がいいですか先生？先生もめちゃくちゃびっくりやもん。サンスペリア。あ、見たことあるな。サンスペリア。サンスペリアどれやったっけな。それやったっけ？いいになりますでしょ。あ、トイレ用にも買おうや。サンスペリアトイレ液。はい。はい、いっぱい買ってきましたよ。まずこれですよ、エミさん。かわいい帽子。いやー、かわいい。もう一目惚れですから、一瞬で。かわいいの、これにしました。スリーコインズでもいっぱい買ってきたんですけど。いや、やっぱり買いすぎですよ、先生、これ。そう、また。めちゃくちゃスリーコインズ買ってる。お家で詳しくじゃあ、説明したいかな。そうですね、しようかなと思いますね。いや、スリーコインズのいいところは、はい、結構やっぱ100円の3倍やんか、うん、だから100均よりも結構一個一個の質が、まあもちろんそうやな、質がえぐいで、うわこれめっちゃええやんって思ったら、でも300円じゃないやん。でも今回全部300円やから。先生これ買うよ、誰2000円やったもん。すぐ置いてたもん。これめっちゃ使えるやつやん。欲しかったやね。全然スリーコインズちゃう。2000円やった。でも欲しかった。300円やったらな。さあ、まあ、あれが300円やったらもうエグかったけどね。なんかお魚焼けるやつな。あ、そう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 。と、やっぱ我々といえば、はい、やっぱ一度は通らなければならない、はい、ムラスコです。おそろムラスコ。おそろムラスコ。おそろにしたんですよ。やっぱ最近さ、ペアルックさ、アディダスしかなかったやんか。結構もう、なんかちょっとずっとこんなまた開いて喋ってる。ええやん、また開いときさ、別に。ごめんなさい。あんたインリンの時代やねんからええやん。こちらでございます。先生が、あ、これですね。先生がミディアムなんで。あなたは？ローズ？ローズって、L って何これ ?L は何？ラージ。ラージ。ラージ。ラージということで。こちらです。せーの。バン。ディン。めっちゃ可愛いな、これ。好きやねんな、私ら、この子らね。バウンス君。これバウンス君って言うんですよ。勝手にね、名前つけたら。勝手にね。違いますよ。ほんまそんな名前ちゃいますよ。ほんまは私がつけた。UCLA ね。ね。で、僕らもバウンス君って呼ばせてもらってるんですけど。はい。これ着よう。これもう、やっと2個目のペアルックやな。できたな。さて、ライブか。解禁ですよ。よく我慢しました。家でもほんまに抜いてたしね。はい、じゃあ、いただきましょう。手術、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。今日はスリーコインズありがとうございます。いい。2週間ぶりのビール、エグい。で、それ何ですか？ノンアルコールカシスソーダ。いいっすね。先生、好きやつ。念願の。焼きそば。それ食べたかったよね。しかも、大好きでイカ焼きそば。美味しそう。ちょっと早く帰ったら紹介してください、ね。あれもカットです。めっちゃいいやつカットです。めっちゃ安いし。
可愛いよな、これ普通に。え、おちょろいやん。大丈夫やん。え、大丈夫。何があったんですか、3COINS で。はい、まず帽子は3COINS じゃないけど、帽子と今日は見てください。めっちゃ簡単で、先生ポンポン入れてくもんだって。風水にいいと言われているコトスさんと、今お家にもう一個あるんだけど、サンセベリア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 さん。これはトイレ、両方ともトイレ。はい、これトイレ。なんかこれも運気とか邪念な気をね、そう、邪気を払ってくれるんだよ。そうです、そうです。もう、あ、ちょっと邪気払ってくれんねんけど、あんた払ったらあかんねん。あんたがこの葉っぱを払ったらあかんねんな。大丈夫、大丈夫。肉大丈夫か。払ったらあかんねん。あんたが払ったら一番あかんねん。で、これなんとね、パスタメーカーで300円ですよ。これ、この間先生になってあれでしょ、動画でさ、そうそうそう、パスタでやったでしょ。そうそうそう、これでできるんですよ。そう、この間はこのなんか細いレモンがなかったんで半分に折ってたんですけど、これはこうそのままでできるんです。半分に折ったらね、はい、負けんがなってなるんですね。パスタメーカーです。で、こちら便これほんまなんって思うけど、ね、開けてみていいっけ、ほんまなのかどうか。だって同じやつでさ、3600円で買ったんだぜ。どれぐらいのスペックが違うのかっていうのが気になる。え、300円やけどめっちゃしっかりしてるよ。え、そしてこれもついております。これで、ね、可愛いで、これ見て、ここに吸ってきたらそうですよね。へー、ポキンポキンと。ちなみに先生、これどこに置くつもりなの。トイレですね。トイレもありね、うん、だからこれはもう全部トイレでいいですよね。そうですね、別にね。もういや、ニンニンやな、あんたら。ちょうど聞いたのか。で、最後に、こちら。ディン。やっと先生の、アイアレス。いやー。イェイイェイ。300円じゃないけど。でもめっちゃオシャレやったかな。これでやっと先生がね、ショートとかインスタグラムで動画上げるやつ。どっちがどっちなの？合ってる合ってる、そう合ってるよ。いいな。あ、いいっすか？聞こえます？エミさん聞こえますか？はい。最後尾179の担当のクルーです、どうぞ。すいません、79しか聞こえません。じゃあもうどうぞしか聞こえない。すごい可愛いんだよ、これ。なんかね、ライトつけたら光るらしくて、ここがピカピカピカって。まだなんか良かった画像の人、あ、ほら、え、もう光ってるよ。はい、じゃあ今日はこれで終わりです。ありがとうございます。よーい、やんばい、やんばい。ハンジャラ3人何やってるよ。でやー、ハニョゴー、かわいい。は、ニゴはニョンガ、ニゴー、バイニー。